マラカイボコは、ベネズエラ北西にある湖で、エ湖、南アメリカ大陸最大の湖であるが実際は、水路によって、ベネズエラ湾に、さらには、カリブ海、大西洋にもつながっていて、海と定義することもできる。その場合南米最大の湖は、チチカカ湖となる。面積は13,210平方キロメートル。南北の長さは159キロメートルある。北部は、 狭い水路を通じて、ベネズエラ湾につながっている。カタトゥンボ川、サンターナ川、チャマ川などが流れ込み、湖水は北部でやや塩分を含んでいる。多数の島が存在する。漁業も盛んだが、青浮草の繁殖が問題となっている。魚類への影響はないとされるが、船舶の航行に邪魔で除去できる化学物質や生物学的方法がなく、 物理的に引き抜くしかない。1918年に固定と湖岸に油田が発見され、ベネズエラが産油国として認知される契機となった。現在も湖の東部は油田地帯となっており、水路を利用して大型タンカーが原油の積み出しを行っている。湖岸では石油産出に伴うと見られる地盤沈下があり、その対策に政府の出費が強いられる。 2010年代後半、原油価格が低迷する中でパイプラインなどの維持管理が停滞。関連施設の劣化により原油流出が発生、水産資源などが影響を受けている。浮草で覆われた湖この湖では音を出さない、雷がたびたび発生しており、現在科学者の手で研究が進められている。マラカイボコの南西部のカタトゥンボ川川口部で、 いつも雷が光る現象は、大航海時代から存在が知られており、船乗りたちからマラカイボの灯台と呼ばれ、航海技術が未熟だった時代に、航海の安全に寄与した。なおこのマラカイボ湖では、元読売ジャイアンツのジェルミー・ゴンザレス投手が落雷により亡くなっている。2014年1時間に走る稲妻の数3600本が認められ、 世界で最も稲妻が多い場所としてギネス世界記録に認定された。ありがとうございます。